ウッドデッキ Q&A、 ホーム店に頼もうか、ウッドデッキの専門会社に頼もうか迷っています。どんな点が違いますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。設置するにあたって、お家を建てた工務店に頼むか、またウッドデッキの専門会社に頼むか迷っていらっしゃる方、結構いらっしゃるようですよね。はい、一般的にはウッドデッキを作るだけであればウッドデッキ専門会社に頼む方が費用が安く上がると思います。それで、まあ、工務店に義理でどうしても頼まないといけないようなことがある場合もありますので、新築してすぐにウッドデッキも一緒に作ってしまうんであれば工務店に費用はちょっと高くなりますけれども頼むというのでいいと思います。それとウッドデッキ専門会社では、例えばバラの誘引が絡むようなそういうウッドデッキ周りの植物絡みの時にはまた造園屋さんを絡めないといけなかったりして、うまくできないことがありますので、まあ、この現場の場合はバラの誘引から何からウッドデッキの施工まで全部うちの方で工事をできるようになってますので、総合的なリフォーム会社に頼むということもいいと思います。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますのでウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301 お電話お待ちしております。